いや、横浜国大に来てね、こう歩きスマホしてたんですよ。ツイッターの返、じゃあツイッターにリプライを適当に送ったりしてたらね、来るわけじゃん、横浜国大にね。あ、そうそう、それでそれしてたらね、もう道わかんなくなってね。さっきまではね、分かってて、道戻るの尺だから、なんか来ちゃったはいいんだけど、こっち行ってみるか。中央図書館あれ。まあいいや。ここどこだ。マジでわからん。いや、横浜国大マジで森だからね。いや、素晴らしい大学だよ。リスが出るんだよね。可愛い猫ちゃんもいるらしくて。院生が飼ってるみたいだけど。マスターの方？まあよくわからんけど。これ今ここね。ああ。道わかる方はね、もう、ああ、ここ歩いてるんだなって感じなんだろうけど。まあ、僕は全く道がわかんない。ここに来るまでね、さっきランニングしたの22分26秒でここまで来れましたね。ここまでっていうか、横浜国大の正門ですけど、横浜国大の正門までは22分26秒。割とね、信号待ちもカウントしたし、写真もね、悠長に撮ってたりしたんで、あんまりこう、ちゃんと走ったりはしないんですけど、まあ、そんぐらいのせいか。途中でね、カップルがめちゃめちゃ多くて、イラつきましたね、本当に。さちきさん、スマホ片手に、でもぺちゃぺちゃおしゃべりしてるとね、マジで恥ずかしいんですよ。多分ね、経営か経済であろう人が通ったんですよね、横。この動画撮りながらね、この多分一本前の動画ね、ボツにすると思うんで、人映っちゃったんでね。だから、まあ見えないと思うんですけど、まあそれで独り言くっちゃべりながら歩いてたらね、まあ、非常に見られるわけですよ。まあこの気持ち悪い前髪もそうですしね、あとちょっとデブってるしね、最近ね体重58キロになっちゃったんですよね。デブデブって感じで178センチ身長、まあデブっすね。だから横浜国大までランニングしてるんですけど、まあ、ここで戻ってこれそうかな。ここ、今ここっすね。あ、ちなみに横浜国立大学はの方は、都市科学部の方に合格をさせていただきまして、春から、横浜国立大学生としてですね、まあ、前の動画を見ていただいた方は分かると思うんですけど、まあ、そちらの方に、横浜国立大学都市科学部環境リスク共生学科っていう一番ザル学科があるんですけど、まあ、そちらの方に進学をさせていただくことになりましたね。決め手は、女子率ですね。女子率が非常に高い。これがね、こちらの学科への進学の第一理由と、あと、まあ、首席が取れそうだったから、まあ、多分ね、首席じゃないかなっていうのは思うんですけど、首席じゃない、罰ね。多分、まあ、5位以内にはいるとは思いますけど、首席ではないかなっていう感じです。5位以内、約10位かな、なんかまあ、そんな調子乗ったこと言ってるところです。ああ、ここ大学会館の前ですね。はい、ここ大学会館ですね。1階とか、なんか盛況がある。ここに出るんだ。ここずっと歩いてると知らんかった。大学会館はですね、僕の受験会場でありまして、僕はここの3階だっけな、なんか、まあ、3階か4階で受けましたね。どっちだ。さっきはですね、すごい森みたいなところにもやってたんですけど、急にまともになりましたね。3階かな、俺が受けたのは。4階だった気もしなくもないけどね。まあ3階しかないから、3階建てだから3階なんでしょう。今はですね、自分は都市科学部環境リスク調整学科っていうところ進学したんで、S57 っていう場所にある理工学部講義棟107かなんかで受けるよみたいな風の噂を聞いたんで、まあ、まあそこに行って観察をしてきましたね。理工学部講義と107がどんな感じなのかっていうのを知りたかったんで。で、ここが第一食堂ですね。第一なんて呼ばれてるのかな、一食とか。あんまり美味しくないとは個人的には思いますよ。なんか一回食ったことある気がするんですよね。で、まあ絶望的にうまくなかった記憶があるんで、まあね、確か横浜国大ってキッチンカーとかあって、まあ僕は多分キッチンカーメインかな。まあ値段800円とかすると思うんですけど、まあ1000円しないぐらいだったらまあいいかなっていうのはね、父親が飯代は多分持つと思いますし、いくらの食っても多分1000円以下だったら送れるかなっていう感じなんで、まあいいかな。で、あそこにね、なんか喋るスペースとかって、まあさっきあと野音の前の壁で、僕が横浜国大入試の時にシャトルランをしてたって、40回ぐらいしかできなかったんですけど、まあそちらの方もありますね。で、まあ、
ここに近づいてきたら、はい、ドキャーン、これしかないモニュメント、本当にこれしかない。まあこれがね横浜国大の顔と言ってもね過言ではない、横浜国立大学ですね。で、あのなんだっけ、この前ねあれなんですよ、学祭1年の時に、だからこの前に学祭あったんで、それに、ね、来たらね、なんかあのようこそ横浜国立大学って書いてある後ろにね、あの左翼っぽいことが書いてあってね、あの昔から変わってないんだなっていうのはね思いましたね。びっくりしました。なんか天皇を批判みたいなことをしててね、いやさすが横浜国立大学、これが二期校って言われてるだけありますね。まあ僕は前期なんで、前期でもう受かったんで、まあウハウハですけど、まあ後期も正直ね数学を解きたいんで、後期も受けに行こうかなってのは思いますけどね。まあ暇だし受けに行ってもいいかなっていうのは、まあ先輩とラーメンに行くか、ラーメンに行く可能性があるんで、まあそしたらいけないですけど、まあ数学だけ解きたいんでね、なんか受けた方過去問買うのは嫌なんでね、見せていただけるとね僕すごい嬉しいですね、解きたいんで。でこちらがですね、あなんだっけ、学生文化ホール、なんかそんな名前だった気がするんだけどね、なんだっけな、適当こいてる、学生文化館、S12、俺都市科学部講義棟じゃないのかな、なんか俺 理工学部講義棟で受けるよみたいな話を聞いたんですよね。なんかでもここに都市科学部講義棟って書いてあるんで、そっちで受けるんじゃないのか、まあ先輩に言われたんでね、まあ、何でも、まあ、そうなんだろうと思いますけど、 S12 はですね、あそう教育文化ホールだ、これはですね建築学科の方が、あれこっちか、建築学科の方がここで受験をなさったですね。僕は間違えて一番最初こっちに行っちゃったんですよね、これ間違えてねこっち行っちゃったんですよね。いやーなんか大学会館って言われてたのになんか変だなって思ったら、まあなんか普通に間違えてました自分が。あの大学会館ってね、あの一番最初にホームページ見た時に言われて、あホームページはね中見た時に言われて、なんかでその後にまた当日見るじゃないですか、そしたらなんか教育文化ホールって書いてあって、あれってなって、まあまあ僕が間違えてたんでいいんですけど。でまあここに下っていきますと、いやこっち側がね、こっち側が YNU って書いてあった、なんか駐車場かなんかかな、ちょっと値段だけ調べておこう、僕多分車通学になるんで車通学、いや車通学どうなのか、車通学かな、でも俺車運転できないんだよね、まあ来ないから大丈夫かな、1時間300円だね、1時間300円だったら別に普通の駐車場じゃない、えてかむしろ安くない、1時間300円だったら、まあ、ここの立地を考えたらあれだけど、まあ、横浜ってつけたらね、まあそこそこ、まあ確かにそうか、ここの立地だったら普通か、そんな安いこともないし、そんな高いこともねえな、どうなんだろう、なんかまあ春からお世話になる大学ですんでね、春から横国っていうことで、まあちょっとしっかり大学生になる身なんでね、しっかりしていきたいなっていうのは感じるんですけど、まあねいかんせん、あの僕は僕なんでね、これ春からねこう1年生としてこんな、まあ、ど田舎山キャンパスを行くとなっても真面目になるかどうかはね分かんないですけどね。お車来ちゃう、はい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 、いやー横浜散策楽しいですね、横浜国大散策、うん、来たことあるって言ってもね、あの大体メインの通りしか通んなくて、でメインの通り通って野音でちょっとなんか大きい声出したりクソ迷惑、まあ、ちゃんと人いないことは確認してるんですけど、まあ野音の中にはまあ確実に人いない状態でね大きい声出したりとか、あとなんか第二食堂かなんかに、第二食堂じゃなくてね、なんかまあもう一個飯食うところがあるんで、まあ、そっち側の方まで理工学系のところまで歩いたりしたりしてるんでね、したりしてるだけなんで、まああんまりね、あのなんか枝分かれしてるところは行ったことないんでね、まあ楽しかったですわ今日は、なんか迷子になってみたけど意外といい体験でしたね。でこれでね
最悪なのがね、先輩がいるときがね怖いんだよね。まあ先輩がね誰かを判別、誰が先輩でね、誰が俺の学科の先輩かどうかを把握してないからね。とりあえずなんかなんだっけ、あの陽キャそうなのはいるっていうことはね把握してるんですけど、まあ僕はいかんせん陰キャのものでね、怖いですね。まあ学科に陽キャばっかだったら一番嫌ですけどね。嫌っていうか、まあ、なんかコミュニケーションが取れなさ、僕が陰キャすぎて喋れないんでね。今こうやってペチャペチャ喋ってるのはね、今だから喋れるのであってね、あの人前にするとマジで喋れなくなるからね、本当に良くないということで、帰宅の途に着きます。はい、こちらが横浜国立大学ですね。こういうモニュメントかな、何、まああれがあってっていう感じで、以上僕ちんが新なんだっけ、新横浜国立大学生が、横国生が、まあ迷子になって散策、迷子になったり散策してみたりする動画でした。バイバーイ。